元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野隆彦です。今回は合気道においての我より攻撃す、この真の意味、これについてお話をさせていただきたいと思います。降りてきました。これは神の啓示なのかなーなんて勝手に思ってるんですけども、それを今回はお伝えをさせていただきます。さあ、それでは早速お送りいたしましょう。さて、今回はですね、我より攻撃すということなんです。これはですね、合気道におきまして開祖上柴守平王の口伝なんです。我より攻撃する、両手および両足を同時に使用する、地上に押さえるとき腕と胴体直角ならしめること家業なり、これ一挙一箇条のことです。ただし一挙とかから四挙というのは合気道の準備運動じゃ合気道にも入っておらんと言ったのはその回想上柴守平王なんです。でもこれを除いてはいけないんです。肩稽古というのは合気道の体を練るための稽古なんですよ。その準備運動である1挙から4挙、これ必ずやっていかなきゃならないんですね。で、そういった口伝がある。で、斉藤先生もインタビューの中で合気道は攻撃ですと明言してるんですよ。一方ですよ、王先生の言葉、武道練習におきましては必ず相手の気を引き出せって言うんですよ。これが非常に難しかった。で、私は相手の気を察する、ことの起こりを探る、こういったことをちょっとまた勉強し始めたんですよ。で、最終的には相手の気を感じられればいいと、これやっていたのが国井善也さんでしょ。でもこれなかなか難しいんですよ、一般ピープルがですよ。ね、それは達人の世界でおきましてはね、あるかもしれませんが、なかなか一般ピープルは難しい。そして、まあ、あるキックボクサーにおきますと、ことの起こりっていうのは、ちょっと頭が動く、これに反応すればいいんだということを、言葉を借りてですね、あ、それも一つやり方だなっていうふうに思ったんですね。でもその先に行くとですね、真のアスリート、トップアスリートは頭は動かない、丹田で動くんだということになると、じゃあそれをどう相手の気を読んでいったらいいんだろうということだったんですよ。我より攻撃すなんだけど、相手の気を読め、わからねえっていう感じだったんですよ。どういうことなんだろうで最近降りてきた言葉、こういうこと。要するに我より攻撃す、岩間の場合は正面打ちっていうのは腹から出すんですよ、バッと。で、相手の鼻っ柱を打つんですね。そうすると相手も打たれちゃやだからガードします。その腕を取って1強とかね、2強、3強、4強、5強と行くわけなんですけれども、出すでしょ。出した時に向こうも例えばガードするとか打撃系の選手だったらパンチを打ってくるじゃないですか。要するに我より攻撃すっていうことに関して相手の気を引き出すってことなんだということが分かったんですよ。そうか、我より攻撃すは引き出すんだ相手の気持ちをということなんですね。よく塩田剛造先生がやってますよね、入り身投げの時にちょっと手を出してパッとかわしてね、入り身に入っちゃうと、入り身投げ、こういった演武されてますけど、まさにあの心境なんだと思ったんですよ。だから我より攻撃すなんだ。で、相手の気を誘っておいてかわして入るとか、呼吸だけで入っちゃうとかということなんだなと。で、相手に打たしてそれは小手返して返すこともできるでしょうしということなんだなっていう結論に達したんですよ。だから我より攻撃すでもあるし、それがイコール相手の気を引き出すっていうことなんだなということも分かってきたんですね。これを今度自分の稽古の中で練習をし、稽古をして自分の我が物にしていこうと思ったんですよ。何かこの相反するような感じがあったんですけれども、あ、そういうことか、こちらから打って出て相手の気を誘ってるんだと、これが合気道なんだなということに私は気がついたんですよ。で、これをちょっと稽古してみようかなというふうに思ってます。そうするとやっとリンクできたんですよ。で、今度ね、これ今合気道の話なんですけど、実際皆さんも実はやってらっしゃるんですよ、私生活に、仕事で。例えば営業マンであったら相手の心理を知りたいじゃないですか、本音を。そのために質問するでしょ、質問する。これ我より攻撃すなんですよ。質問をして相手の気持ちを引き出そうとする。なかなか出てこないから二の矢三の矢を出すわけですよ。二の手三の手出していくんですよ。そして相手の本音を探るのが営業マンじゃないですか。だからいろんなことを私もしてきました。もっと分かりやすく言うと、透けこましじゃないでしょうかね。
つけこまし、女性に対するつけこましですよ。女性の心理を探る上でのスペシャリストと言っていいと思いますよ。彼らは女性心理を勉強してるんですよ。ですから投げかけるんですよ、いろんな質問を。何に困っているのか、何に悩んでいるのか、どういった寂しさがあるのかっていうことを即座にキャッチして、そして我が物にしていくわけですよ。ですから言葉巧みに誘導してるでしょ。要するにその合気道において相手の力を引き出して誘導するのと一緒ですよ。誘導するで誘導してるんですよ。つけこましちゃんは誘導してるんです。言葉によって誘導してるんです。相手の心を誘導するってことです。で合気道もそうなんですよ。で引き出すってことですね。我より攻撃しながら相手の気を引き出す。つけこましは喋りながら女性の心理を引き出す。営業マンは喋りながらお客さんの本音を引き出す。やってるの皆さん、やってるの。だから全部一緒なんですよ。合気道の技も営業もつけこましも女性を口説くのもみんな一緒なの。私は営業の時に、結構売れてましたから、後輩たちに女性を口説くのと物を売るのは同じだよって言ってたんですよ。これが一番分かりやすい例えと思ってましたから。これを合気道に当てはめると、我より攻撃すで相手の気を引き出して、そして自分のペースに誘導しちゃうね。入り身で入っちゃうとかね、呼吸投げで投げちゃうとか抑えちゃうとかね、こういったことじゃないかなという結論に達したんですよ。おそらくこれは間違ってないと思います。こういうことを言うとですね、結構上から目線で言ってくる方もいるんですよ。いや、言うのはいいんだけど、お前本当できんのかとね、言うのは簡単だけど、どんどんできんのかって思う自分もいるの。だからいつも謙虚であろうと思うし、自分ができないことは私は言わないようにしてるんですよ。私はね、先般をご紹介した内田師範みたいにはできません。でも彼は素晴らしい技を持ってるってことは伝えられますから、皆さんに伝えて、ぜひ内田師範の技を受けてください。こういったことは私の使命としてやれると思うんですよ。私はアナウンサーでもあるしね。それが例えば野球であったりとかさ、格闘技であったり、そういった選手と会ってますから、そういった選手がどういうね、コメントを発し、どういった心理状態であるのかってことはお伝えできると思うんですよね。でこういったね、ものをやはりこう皆さんに提供しながら、でも忘れてはいけないのは、自分でいつも謙虚であれと思うんですよね。なるべく、俺がっていう我を今外そうとしてるんですよ。私もちょっと調子に乗っちゃうと我が出てくるところが多々あるんで、今その我を抑えてね、なるべくもう人のため、人が喜ぶことをというふうに一応心がけています。ちょっと脱線しちゃったんですけれども、そういった思いがあるんでね、またぜひよろしくお願いします。で、また話を戻しますと、結局相手の気持ちを引き出したり、相手の動作を引き出すためには、こちらから行くということですよ。こちらから行く。ね、勝手に喋ってくれません、女性だって。私はこんな悩みがあるのよって、なかなか喋れませんよ。それは、こちらからアプローチをするから、そのきっかけを与えるから喋ってくれるし、お客様もそうですよね。こちらから、ね、こういったことでお困りじゃないですかって言うから、実はね、こうなんだよっていうことで、本音を喋ってくれる。そこに行くまでには、なかなかね、時間がかかるかもしれません。でも、やっていくうちに、それが一発で、キャッチできるようになってくるんですよ。それをやっているのは女性においてはつけこまし君、そして仕事においてはトップセールスマンです。だからトップセールスマンは1回の商談で型をつけます。私も何回で型をつけられるかなってことを自分なりに本当は半分遊び心でやってましたもん。そういったこともありますんでね、合気道におきましても我より攻撃するってのは相手の気を引き出す一つの手段であるという結論に達しましたので、今回は動画にしたためてみました。で、これを今度ですね、自分の我が物にしていきますんで、また一つよろしくお願いいたします。こういったことをまたね、内田師範とも、すり合わせをしながらですね、より深く合気道というのを武道にもですね向き合っていきたいな、そんな風に思ってます。今回は我より攻撃すの真の意味というテーマでご案内をさせていただきました。このあたりでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカそう。